でさ、オーストラリアから帰ってきたばっかでさ、美味しいもの食べられるでしょ。この魚ね、みんなね、ロウで日本人は食べるものだと思う。本当こんなのね、濃くしないとね、食べられないかいの。おかしいんじゃないの。おかしいんだから、ちょっとおかしい、ね、だから、次はね、あそこみんなね、レストランに入る前はね、靴脱ぐの、ね、すっごい。どうして。だって、それが日本人のあのね、うん、常識だと思う。考えられない。アンビリバボで、向こうでね、あ靴最初脱がされた。もう、靴脱ぎなさい。そう、うん、でさ、で畳の上に座らされてさ、箸使うの。これじゃないの。あんまり箸これじゃない。箸、うん、どうやってるの。みんな使ってるの。これ、うん、こうちょっと早くない。こうなの。そうそう、みんなこういうふうに、うん、こういうとこは何も食べられないじゃない。ほらほらほら。で、ね、シェフがね、みんなね、こんな油こんなんでさ、ペンペンとかやるからさ、油がこんなんかかるの。やめてよ。もう汚いね。でさ、それなんていうか知ってる？鉄板焼き。寿司。これさ、天ぷら。嘘でしょ。あともう一つ言わなきゃ。何があるの？焼き鳥まん。焼き鳥まん。だからね、オーストラリア人がね、食べて、でその後ね、知ってる？あの、知ってる？あの、バリ前なの。ここならさ、まあ本当に引っ張りとかあるけどね、なんとか寿司ね。